目黒園、海の始まり、と松村北斗、西園寺さんで描かれたシングルファーザーの確固たる不正。二人の現役アイドルであるスノーマン、目黒蓮と、ストーンズ、松村北斗が、それぞれシングルファーザー役を務める月9、海の始まり、フジテレビ系、と比重、西園寺さんは家事をしない、TBS 系、が、今夏大きな話題となっている、以下、ネタバレを含む。西園寺さんでは、松村が妻を亡くし、一人娘のルカを必死に育てるくすみとしなおを好演している。男で一つで仕事、家事、育児に奔走し、疲弊しながらも、ルカへの愛情深さは物語が始まった時から一貫している。そこに会社の同僚で一軒家の賃貸スペースを提供してくれた主人公、西園寺さん、松本若菜、が現れる。物語の序盤に一晩、ルカを預かってもらったくすみは、罪悪感を覚えながらもそれを、解放された、と感じた。西園寺さんと三人で、義家族、として少しずつ家事、育児の分担が進められ、一人で全てを背負っていたくすみが、徐々に、解放、の度合いを強くしてきたのが、西園寺さん、だ。